そして後ろに見えてきたのがパルテノン神殿です。どっち向きからのがいいんだろうな。これ裏から回ってみようか。ちょっと裏側微妙だったけど、ここはパルテノン神殿メインですよね。アテナへの守護神であるギリシア神話の女神アテーナを祀る神殿。ギリシア古代建築を現在に伝える最も重要なドーリア式建造物の最高峰とみなされる。これはどうしよう。もう思いっきり工事中ですが、一応ぐるっと一周回ってみたいですね。なかなか近寄ってきましたが、ちょっと逆光で陰っている感じですけども、裏側になるのかな。真ん中あたりから今ね撮ってますよ。ここはやっぱみんな記念撮影するんですね。太陽が見えたり見えなかったり。反対側に回ってみましたが、ちょっと近すぎるかな。なかなかこれ動画も写真も撮りながら歩いてる人って、僕みたいなやつはいないかもしれないですね。だいたいみんなどっちか動画か写真かって感じ。ああいうとこよく見るとちゃんと彫刻がなされてたりするんですね。こっちの反対側の隅にもありますね。人がいるのかな。あれすごいな。やっぱり工事はしてますけどね、迫力でいうとやっぱりパルテノン神殿が一番ドーンって感じ。ここにねなんか掘られていて、それからの神殿ですわ。はい、反対側です。青、空が綺麗。このパルテノンからのこの景色ですよ。うわー、やばいなこれは。このビューはちょっと美しいね。ちょっと逆光ですが、さっき行ってきた劇場があそこにありますね。でずっと僕歩いてって、さっきのあっちの隅っこに見えるこの辺かな、同じような円形劇場みたいなね、あそこで一回撮影したんですけどね。そこから登ってきて今、アクロポリスの丘頂上におります。このビューはすごいわ。建物にね太陽の光が当たってキラキラしてて綺麗で、ずーっと奥にはまあ多分映らないかな、海ですね多分。海、こっちの逆側のね景色側にも回ってみましたけど、こっちはいまいちだな。逆の方がいいですねこれは。さっき写真の撮影を最初に始めたとこまで来ました。あれ、さてパルテノン神殿の向かいに見えてきたのが、エレクティオン神殿です。紀元前5世紀末に完成したイオニア式建築の代表作。多くの成績と神格の祭祀所を一つの建物にまとめたことなどから、古代には類まれな複雑な構造をしている。ちょっとどこがいいのかな。もうちょっと一周これは回れるかな。ちょっと寄ってみよう。こんなそこに人の彫刻がありますな。Which part do you want to do? Do you want to do this one? What do you want to do? この辺から見た方が綺麗かもしれないな。ここは結構一番近くまで寄れるところかもしれないな。さらにズームすると結構詳細が見えるんじゃないですかね。この壁がいいですね。ただちょっと写真は撮ってないですね。建物に関しては景色ばっか撮ってて、建物はちょっと人もたくさんいますしね、そんなに撮りたいっていう感じには なってませんね。今階段を上がってきてこれでした。おお、ここ綺麗だな。やっぱり空の色が最高ですわ、今日は。これは綺麗だ。一応ね、ここも中もね、まあさっき下からの方が見やすかったけどギリギリ見えるんですよ。はい、これが正面、これがエレクティオン神殿でございましたさあもう、一応見終わったので、あとはまあ周りの景色でも写真撮りながら降りようかなと思います。もう360度ね、ここどこを見てもやっぱりもう絶景だらけなので、神殿はなんか注意されてるの。神殿はもちろんいいんですけど、周りの景色の方が写真撮影にはちょっと僕は惹かれますね。いや、こっち側もまた素晴らしいな。これ街が近いんでね、綺麗、真っ白なんだな。アテネってこんな色なんだ、この街は。この辺はなんかえんじ色ですが、なんでこんな真っ白いんだろう。素晴らしいな。これちょっと写真撮っていきますわ、ここは。This one, the church. Okay, okay. Now I can see. What is red? This building, yes. It's called Zapion. It was built from a rich guy about 150 years ago. The whole Pacific history. というわけでですね、パルテノン神殿バックで。アクロポリスの丘でした。で、今度はちょっと一旦ここ降りてお茶でもしますわ。あとちょっと何も今日は食べてないんで、朝から、ご飯でも食べようかなと思います。はい、おまけですが、今なんだっけ、最初の劇場降りてきたんですが、こういう椅子は並んでたんですね。気づかなかった。ずーっと入れなくなってますが、椅子が並んでて、これにもなんか一人用の椅子があったりとか、あとこっち、これにも掘られてますね。また下に来たら来たでちょっと上から見るのとは違った景色が見えます。はい、以上です。おお、座ってますね皆さん。気持ちがいいです、ここは。